上がったな。みんな頑張って。はっやっつらつらはっくらえはっはっはっ早すぎるな。みんな油断するな。みんな気をつけて。ダッハッヤッダッハッヤッダッハッあれ弱かったわね。終わったのか。行くぜ。来やがったな。やっは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 っやはっはっはっほらほらやっやはっやあれ、こんなものかな。手ごわそうだぞ。つっつっはっそれっぽはっつっつっはっはっもっと歯ごたえが欲しいな。大丈夫？触るな。心配してるのにその態度は。いや、何でもないから心配するな。お前、まさか。どうやら、鳩に触った時に感染したらしいな。そんな。家に戻った方がいい。いや、まだ石化は始まっていないから大丈夫だ。でも大丈夫だ。すまない、本当に大丈夫だから。それに薬草があれば治せるんだろ。早く行こうぜ。あの花を持って帰れば。ここは人はいないはずだったのだが。直前に探査した時はいなかったのですが。お前たちは誰だ。あなたたちも薬草を取りに来たの。どこから来たんだ。そんなに怖がる必要は。近づかないで。ない。
と言っても無理だな。なんなのよあなたたち、変な格好して怪しいわ。私の名はロニキス・ジェイ・ケニー。何から説明するか。館長、私が代わりに説明します。私はイリア・シルベストリー。先に断っておきますが、私たちはあなたたちの敵ではないわよ。先に断っておきますが、私たちはあなたたちの敵ではないわよ。本当？こんな怪しい奴らが味方なわけないだろう。俺たちは薬草を取りに来ただけなんです。この薬草では石になる症状を止められないわ。あなたたちは一体。少しは話を聞く気になった？話だけなら。きっとすぐには信じられないと思うけど、私たちは遠いところからあなたたちを助けるために来たの。それなら、なぜもっと早く来てくれなかったんですか？私たちは、未開惑星保護条約というもので、発展途上の人々には接触を取らないと決めているの。発展途上？私たちは、空の上から、他の星から来たのよ。今回のことも特例なの。空の上？他の星？神様？私たちは神様ではないわ。あなたたちと同じような人よ。尻尾はないけどね。あ、本当だ。ある日、私たちと敵対する勢力レゾニアが未開惑星保護条約を破ってこの土地に干渉したの。そればかりか、ここに蔓延している伝染病の原因となった化学兵器を打ち込んでしまった。それじゃあ、そのレゾニアっていうやつらのせいでみんなが石に。その通りよ。そんな、許せない。私たちはその伝染病の調査と治療のために訪れたのよ。そういうことで我々は君たちを助けに来たというわけだ。君たちが想像もつかない方法でね。まだ信じられないけど、病気を治せるなら。俺もあまり信じられないけど、ここにいる友人を治せるのなら。私たちと一緒に来てワクチンを作ることができれば、この病気も治せるはずよ。ワクチン？特効薬みたいなものよ。さて、一つ言っておかなければいけないことがある。君たちが私たちと一緒に来たら、この惑星には二度と戻れないだろう。なぜですか？私たちに深く関わると元の生活に戻すことができない決まりがあるんだ。未開惑星保護条約というもののせいでね。今ならまだ私たちとの出会いもただの夢物語として済ませてしまえる。俺はこの人たちと行くぜ。ここにいてもどうせ石になっちまうだけなんだ。そんな、私にはお父さんやみんなと永遠に別れるか、ドーンと別れるかなんて選べない。ミリー、俺たちもドーンと一緒に行こう。ここに残っていても悔しいけど、俺たちには何もできない。
クラトスのみんなと会えなくなるのは辛いけど、それ以上にみんなを助けたい。決まったみたいね。それじゃあ早速行くわよ。少しだけ目をつむっててちょうだい。ここは一体どこだ？これが私たちの船さ。やっぱり神様？神様ではないわ。私たちはあなたたちよりちょっと進んでいるだけなの。あなたたちもいずれこういう力を手に入れることができるわ。では早速メディカルセンターに彼を運ぼう。床が動いている。さっきはドアが勝手に開いたし。すごい。見たことないものばかりだ。そういえば君たちの名前をまだ聞いていなかったな。ラティクス・ファーレンスです。ミリー・キリートです。ドン・マルト。艦長、彼の症状が悪化しています。ん？急ごう。これは？驚くのも無理はないけど、これが私たちの医療手段なの。ドクター、あとは頼んだぞ。はい。さて、君たちはここにいても仕方がない。せっかくだから艦内でも見て回るか。艦長、それは保護条約に違反します。今さらそれもないだろう。私はブリッジに行く。君が案内してやってくれ。あ、艦長。もう。
けて、センサーに何か反応があるわ。やっぱりメトークスさんで卵がついていたんだ。くそー、行くぞミリー。手ごわそうね。やるしかないのか。はっはっはっ、超烈波。はっはっやっは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 っやっ。あれ、終わったのか。やった。消えたわ。え、いますよ、ここに。そう、君たちには見えるのね。あなたの血がかかった瞬間に見えなくなったわ。イリア、ラティたちをメディカルセンターに連れて行ってくれ。私も行く。わかりました。今、どこから聞こえたんですか？私たちはコミュニケーターというものを使って遠くにいる人といつでも話すことができるのよ。とりあえずドクターが私たちを呼んでるみたいね。これの始末は頼んでおくから、メディカルセンターへ行きましょう。治ったんですか？わからないわ。そうせかさないでくれよ。今からドクターが話してくれるから。調査の結果、病原菌は発見できました。その正体も分かりました。ですが、この病気を治療するのは現代の地球の医学では無理です。ちゃんと調べたのねえ。お嬢さん、非常に高度な医学力があるからこそ、逆にはっきり無理だと分かるということもあるんですよ。この菌はものすごいスピードで自らを変化させていきます。これではどんなワクチンもすぐに効果がなくなってしまいます。一応方法がないわけではありません。このウイルスの組成を見る限り、これは天然のウイルスです。ですから最初に補菌していた生物、つまりホストを発見し血液を入手すれば免疫血清が作れます。でも、3日ほどで石化してしまうんですよ。そのホストを探す暇なんて。奇妙な話ですが、石化しても分子構造はそのまま保たれています。ですから、血清さえ手に入れれば元に戻すことも可能です。とにかく、元に戻せるっていうことよ。だが、簡単な話ではないな。レゾニアが敵である我々にホストのことを教えてくれるはずがない。そうですね。しかし、一番の疑問点は、なぜその化学兵器を惑星ロックに使用したかですね。ロック？君たちの住む惑星につけた名前さ。イリアの言う通り、確かにローク人を石にしたところで、レゾニアには何の利益もない。ドク
6人の体の組成で、地球人やその他の惑星の人間型生物と異なるところはありましたか？そうですね、内臓、筋肉、神経などの基本システムは地球人とほとんど変わりませんが、一つだけ大きく異なるところがありました。血ね。そうです、血液の組成があらゆる面で地球人とは大きく異なります。わかりやすいところでは、酸素を運ぶヘモグロビン、地球人は鉄ですが、6人は銅を基本に作られています。何が言いたいんだ、イリア。あくまで可能性ですが、6人を石にすることにより何か得られるのではないかと。それなら化学兵器をロークに落とした理由が説明できます。何かとは？例えば未知の物質とか。まさか兵器か？可能性はあります。しかもレーダーにも映らない不可視の物質。じゃあ武器を作るために私たちを殺しているのですか？まだ決まったわけじゃないのよ。でもそれなら説明はつきます。とにかくもしそうなら、ロークから石になった人が何人か消えているはずだ。それを探査しよう。私はブリッジに行く。ドクター、この血液が石化することによってできる物質から作られるもので、兵器になりそうなものをコンピュータでシミュレートしてみてください。組み合わせは何万通りですよ。やるしかないのよ。わかりました。俺が今の日常が退屈だなんて思ったからこうなったんだ。何言ってんの、関係あるわけないでしょ。でもそれより私にもっと力があれば。艦長はブリッジに来てほしいそうだ。エレベーターで上に行けばいいよ。わかりました。お、来たか。話はイリアから聞いてくれ。石化した人の人数について、以前に探査した時と数を比較したら20万人ぐらい減っているわ。我々に見つからないようにどうやって持っていったのかしら。じゃあやっぱり。まだ兵器と決まったわけじゃないわ。だが奴らが平和利用するとはとても思えんがな。いや、すまなかった。ところで我々はこれから地球に向かうことになった。外交官を通してなんとかレゾニアにホストを渡してもらうつもりだ。まあ法外な要求をされるのは目に見えているけどな。君たちにも報告のため同行してもらいたい。艦長、ドーン君の容体は？すぐに行く。重要な器官が石化し始めました。危篤状態です。ドーン。ドニキルさん、お願いがあります。なんだね。せめて最後は家で。最後だなんて。君は少しの間眠るだけだよ。でも血清が手に入らなかったら。うん、お願いします。分かった。転送の準備を。はい。私たちもドーンと一緒に行かせてください。
君たちは必ず戻ってきますから。分かった。その代わりイリアを付き添わせるぞ。ありがとうございます。ドクター、ドーン君は寸分の狂いなくベッドの上に転送させるんだ。わかりました。イリア、頼んだぞ。はい、艦長。実は最後に渡したいものがあったんだ。何言ってるの。少しの間眠るだけよ。そこの棚の上にあるオルゴールを取ってくれ。それをミリーにやるよ。これは妹さんの。私もらえない。もらってくれ。それは妹に。大丈夫、必ず俺が助けてやる。辛いと思うけど行きましょう。彼を助けるために。はい。これから地球という惑星に向かう。部屋は用意したのでそこで休むといい。はい、ありがとうございます。セクターシータのポイント001マーク269ワープ6で発進します。ミリー、見てごらん、綺麗だよ。綺麗、星の海みたいね。これから我々は周回軌道に入り地球連邦本部に向かう。何か迫ってきます。何を言ってるの？なんだ、いきなり現れたぞ。空間転移か。違うようです。事前に重力針は発見できませんでした。だから何か来るって。ラディたちには見えてたの？不可視物質。あの艦がか。艦長、突如出現した未確認航宙艦から通信が入っています。聞かせろ。我々はレゾニアより施設として訪れた。我々に戦闘の意思はない。繰り返す。それではレゾニアは我々と休戦協定を結びたいと申されるのだな。はい。地球との戦いは我々としても本意ではなかったのです。レゾニアの陰に第三勢力の存在があるというのは本当だったのだな。第三勢力。はい、それは脅迫でした。高度な文明を持っているようで、半年前の惑星伊勢の爆破も彼らの手によるものなのです。目的は分かりません。ですが
我々にウイルスや新素材の技術を提供したのは。なるほど、話は大体わかった。惑星ロークに投下した細菌兵器、つまり例のウイルスのワクチンか、ホストをこちらに引き渡してもらいたいのだが。それは無理です。一応ウイルスの出所は300年前の惑星ロークにいたアスモデウスという生物だと分かっているのですが。アスモデウス？はるか昔、魔界大戦で倒された魔王じゃないか。伝説で残っているような存在か。もうこの世にはワクチンもホストも存在しないのです。ですから惑星ロークは残念ですが。そんな。仕方あるまい。救済策がないと分かった以上、惑星ロークは封鎖せねばならんか。なんだと？俺たちの星を見捨てるっていうのか？ラティ、落ち着いてちょうだい。ちくしょう！みんなを助けるためにここまで来たのに。私たち、一体これからどうすればいいんですか？まさか、ウイルスを300年前のロークから入手して保存していたなんて。これではホストの入手は不可能。連邦はロークの封鎖を決定したわ。あなたたちには私からは謝ることしかできない。本当にごめんなさい。不可能ではないな。ただ極端に可能性が低いだけだろ。まさか惑星ストリームに向かうというのですか？何を言い出すかと思ったら、それは無茶です。艦に乗り込むのは私が何とかしよう。ですが。まだ方法はあるんですか？方法っていうか、確かに惑星ストリームのタイムゲートを使えば何とかなるかもしれないけど。しかし艦長、それは。とにかくお願いします。教えてください。